はいえ。それでは、事前調査、ナロー記念と、えー、安田記念、行きましょうか。どこやったっけあ、ダービーか。ダービーが、何に来たなんか、なんか来た。あ、アスクビクターマーか。あれやなぁ。前々運ばやついるなぁ。いるわ、これ。結局あれやもんね。サツキジの1着か4着ばされたけど、5着バっすもんね。 将軍の決まっただけ痛いですねしかも上位組超い,いじジったなこれすいませんめっちゃ超いいじゃったああ、うん、そんな難しなかったもんね目黒記念がごめんなさいこれちょっとね時間が言ったんでってところでええともうあの内容通りで何やったっけポッケリニー本命で相手初投資も紹介してたんですけどえー、マニアーズ3連単馬単、えー、マ,マニアーズえぐいなあれ3連単6万ついてたからな 逃してるね生まれんしかもクソやすいしなこれはい以上ですよろしくお願いしましたはい出ていきましょうレチェックーはいえー、とアイス,ステークとダビダメだけど目黒記念で回収して77パーあかんね G1 でいくと思ったらあかんじゃん56やってこれこれ寝た方がいいなフェブラリーでコースタート切ってんけどこれダメなこれはい気を取り直しまして残り2個ですか上あげ G1 えー、安田記念とナロゲネいきましょう はい。えー、それでは行きましょうか。あ、もう2022年度の POG ドラフト出てますね。はい。またやらなかった。これはやらなかった。えー、っと。んメンテナンス ?7 かあ、来週か。ごめんなさい。えー、っと、今回、ナルオ記念からですね。阪神開催が大えで中京であります。えー、っと、12345。 6頭。12頭中半分が1桁打つ。予想オつですけどね。ベルトライゼンデー、ダミアン・レイさんですって。へぇ<ー>カイダー・バルトカードさん。サンラ・ポケット・サメジマーさん。ジェラルディーナ・福永さん。キング・オブ・ドラゴンが岩田・ミライさん。で、湘南・バルディが坂井隆成さん。はい。ヤシャマルはね、18.9倍7人気。え、ちょっとおかしいと思うけどな、これ。 これはちょっと果てる。もうちょっとヤっシャマル人気あると思います。ごめんなさい。多分ね。ごめんなさい。多分ですよ。はい。で、一旦まあ、上位6頭を紹介しておきます。ヤっシャマル、もうちょい人気出るやろ。う <laughs> っんここにそう、重傷3、2着3回。あ、え重傷やな。2着2回で。あ、ごめんなさい。3着2回で。左回り考えると、ね。 どうなんでしょうね。チュンイチ負けてるからっていう予想なのかな。まあ、東京校舎は東京校舎ですけど。でもここ中京新潟で馬券絡んでるんでね。もうちょっと人気ると思うけどな。はい、えー。ベルトライゼンで1年4ヶ月ぶりですかね。はい。AJCC 去年、えー、走ってから、えー、骨折やってかせたけど、カ、え、ラ、ー、の休み明けですね。レーンさん追ってきますけど。どうでしょうね。ちょっとわからないですね。はい。次、カイザーバローズ。これ、川田さん。 乗り変わりまあ、乗り戻しですか？はい、新潟商店レッドカランでつむらさん相手に2着いい勝負だったんですね。まあ、あの昇級戦からそこそこ力出てるまで2000メートル中級買ってるんで、まあまあ有力かなと思ってます。はい。 まあ、ディープサンクなんでね、小球戦強いんで。あと、キングドラマ、まあ、こっちがね、どっちがちょっとね、ちょっと本命候補にしたいかなと思ってます。前走阪神大焦点、距離超延長6着。まあ、あよく頑張ったでしょう。はい。もともとは2000メートルで、えー、中距離2200か。もうこなしてるんで、あの、いいと思ってます。中距離2000もこなしてて。えー、一応中距離 B コース代わり、先行は、去年の何やったっけエニコンライン用かな。なみに、展開、多分スローでハマりそうなんで、前残り。 いいと思ってますね。こっちの方が有力かな。で、その、そこまでも気に入れないんで、マークもされぞれかなと思ってます。金額ドラゴンでも男女誰やったあ、すいません、岩田未来さんはね、な、これ、坂井流星く君乗ってくれんかなーと思ったら、坂井流星く君はこっち乗りますね。順番前後しますけど、湘南バルディのらしいですね。マジか。<laughs> こっちの落とし方ね。岩田未来さん岩田未来さんの逃げってどうなの湘南バルディ逃げるんかなどうやろうな。 去年2着でしたっけこれ確か。えー、ラユニコンラインを湘南バルディですもんねけ年ね。どっちも逃げなかったんで、ノーマークで、せかせか逃げたんですけど、どうでしょうね今年ね。まあちょっと今年あれですね、ペース読めそうなカードさんとかいてるんでどうかなーっていうところありますけどね、カイザーバラスね。別にこんな後方からなければ敷いたゲンでも、そこそこ先行できそうですもんね。バンテツイースもできるんで、まあこっちの方がいるかなー。 ってとこですねごめんなさいそんなもんですはいで間取りました3連ポケットだからこれベルトライ全土が3連ポケットあたりは、えー、多分おそらく多分後方からの競馬になるんで、ね、こちらへんが展開向くかなっていうところはございますはい去年も1番人気支持されましたけど76人6着に生まれます、えー、追い込み届かずですよねまあそゃそうやなはいっていうところですねえー、金庫賞もね期待されて3番人気背負いましたけど結局7着と2期背負ったらちょっと負ける癖あるんでまあ人気落したらチャンスかなってとこですね あとはジェラルド、これが一番難しいんちゃう。えー、前走半身大事、ンバステークス、6着。うーん、このままこそっととか、えー、かなり後方からぶっ刺してくるまですね。えーと、前走も、えー、後ろから背負って6着。癒し使うんですけどね、毎回33秒台ぐらい足は使うんですけど、展開一筋ですか。はい。もうちょっとなんか促していったら面白くそうかなと思ってるんですけどね、なかなか難しいんでしょうか。 うーんうーん動きすぎとあれかチャレンジカップみたいに足がなくなるのかなちょっと難しいなうーん取り扱い注意ですね、まあんとこだから湘南バルディかキングオブドラゴンぐらい先行馬あるいはまあ多分飲み込めてカイザーバロードかなぐらい怒ってますちょっと後方の方は一旦開幕週のババ次第ですけどまだライブで決めるかな6とえーんなもんかなはいえっ、ー、と最後安田記念はどうやったか 安田、安田、安田。一番人気シュノルマイスタルメッチャ。イルシブカンサーが、パンサーが、田辺さんと、ソングラインがイケイサー、池いさん。とですね。あ、ちょっと変わってきたな。インドウチュが、暗状不明。えー、ルメッチャンは何かな,かなセリフォスが、不岡ユースケさん。ちょっと待ってください一、ね、1、2、3。あ、予想ず出したけど、今んところもう、軸決まってますよってことで、これ紹介していいかな。シーコースが終わり。んちゃうな。ごめんなさい。ダービーからシーコースか。ごめんなさい。先週続いてか。 去年ダノンキングリやった買ったんあれ。あ <laughs>、8番人気、ね、了解。いや、わかりました。えー、去年グランアレグリアおったんで、おとつしかまあ問題だったかな。ってところで、ちょっとあの、ね、一強がおったんですけど、今年はまあシュネルマイスターがそこそこ一興、一強一強になるんかなまあ、イルシーパンサーおるから、イルシーパンサーか。おるからですけど。いや、でも、こんな2倍、4倍になる 予想打つみたいな。ならんやろ、これ。もうちょっとシュネレゴルで LC 部、ユーシブいるーシブ多分5、6倍に、5、6倍ぐらいあっちゃうかなと思ってます。個人的には一強っすね。しかも2倍台で、相手がね、4倍台のまま2番人気やったら多分余計美味しいですよね。そんなにも気マークされへんやろうし。いや、まあこれでしょ。いや、これじゃ理由ないでしょ。去年 NHK マイルカって安田記念3着ですからね。しかも竹下乗り換わり、グランアレグリアに2分の1橋にさ、 ユニージャンプに変わってます。やいやいやいや,いや。もうこれ以上勝るもんないでしょ、これ。はい。えー、海外度外資です。もう、これ以上言うことないです。サンデーレージングルメールでしょ。もう、ノゾンハムルメールでしょ。すいません。あの、オークスダービート8 0 18名のメた私ーとしは、すいませんでした、これ。これは結構すいません、これ。素直にルメール塾にして当たんねんけどな、これ。うん。はい。で、これの間探しなんですけど、えっとね、イルシュパンサー。 いや、あのね、毎回ね、素晴らしい足でね、東京はもう完璧ですねって言いたいんですけどね、33秒台上がり最速4回。ごめんなさい、えー、3回。うち1回が3 0秒台か。いや、あのね、前走もね、東京新配、そこから届くんかっていう競馬やったんですよ。いや、一刀上がりちゃうしね、すげえと思って。<laughs> 空手ファインルージ倒してすげえなと思ったんですけど。まあ、ちょっとやつだけね、もっとね、独特のような流れになるんで、あんまこのスローからの上がり勝負にはならなさそうなんで。 ちょっとやっぱね、足溜まらん時の競馬がこのままどうなんかなと思ってます。まあもちろんね、持ちタイムで見ると、たぶん1分32秒3ってそこそこ悪くない、あ、32秒0か。そんなに悪くない時計出してるんで、まあシネルマイスターにコンマ4サーそんぐらいにコンマ4差ですからね。と思ってるんですけど。まあ、展開、そこそこ前傾ラップになった時にこのまま対応できるんかなって考えるとちょっと運んかな。一旦ね、トソングラインも期待したいんですけど。 まあでもあれちゃうかな。ホンちゃんはやっぱ前奏やったんちゃうかなと思ってますね。で、枠順に負けてもうたし、ただそれなりに頑張ってもうたんね、これ。ここやっぱ、いや、そこそここれ頑張っておこっちゃくちゃなんですよ。こっから上積みやるかっていうと、むしろ、やっぱアーモンダイ・グラン・アレグリアがこのレース負けてるんですよね。となると、やっぱビクトリア・マイルからのここってよっぽどしんどいんちゃうかな。あの、あの絶対的王女2頭が負けてますからね。 グランレグリア、ビクトレ・マイル。余力残してぶっちぎったっちゃ余,力余力残してで負けてますからね。ダノン・キングア相手といえども。アーモンド・アイもそうなんですね。余力残して勝ったビクトレ・マイルですらも、まあ、やっぱこの中2周3周の G1 ってやっぱローテーション的にきついんですよね。まあそらそうでしょうね。 ビクトリアマイルからやっだけで、こんな大道の大テじゃないんで、変則すぎるんで、やっぱそんぐらいもしんどいちゃうかなと思ってます。えー、前走両隅は多分ね、見込めないんですよね。おそらくね、ごめんなさい。前走がもし浮かんでん燃焼って言い放えたごめんなさい。いや、きついと思うけど。<laughs> てか、ファイルージも一緒のこと言えるんですよね、多分ね。はい。まあ、そう考えると、で、あとはセリフォースで言うと、ちょっと前走、えー、うち頑張ってついて4着よく頑張ったんですけど、あんまりなんか東京前の向きじゃないなっていうのはあるかな。 先行できそうなんですけどね。ちょっと忙しいラップになるとしんどいかなと思ってます。はい。まあ、ダイアメジャなんで、こなせんことないと思うけど。ちょっと一旦黒三角。てか、屋根が不自由化さないでしょ。ああ、はい、了解です。で、それやったらやっぱこれかな。人気ない G1 ダノンですね。河原さん。えー、これでしょうね。やっぱ人気ない時のダノン河原さんでしょうね、G1 ね。前、え、走、ー、一番気負けましたっけど。 マイちゃん5番に来た3着。富士ステークス2番にれた4着。うん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 。えーい。皐月賞1番人気、断然人気で15着。うんうんうん。人気ない時のダノン G1 でしょうね。これでしょうね。了解です。いや、これやろ。ダノックスダノックスダノックスみたいにかな。ダノンスコービーも結局4番に来で勝ったしね。G1 ね。 去年ダノンキングリー、カーさん8番人気でしょ。ダノン、あ、まぁ、あ、ホープルセクスだけちゃうダノンザキットで買った。ダノンで G1? ダノンファンタジーぐらいか。ほんま少ないです、多分。G1 ダノンで買った。あ、ダノンプレミアムだね。そんな多くないですよね。しかもカーさんで。はい。人気に押した時のカーさん買っておきましょう。これはチャンスだと思ってます。よろしくお願いします。5、6番人気やもんな。 もうそんな人気落ちるかと思ってないけど。はいもうとりあえず G1、人気落ちのナを川田さんを買っておきましょう。そこでよろしくお願いします。はい、このままいただきましょう。また自己調査でお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。